樋口幸太郎1月25日から2012年9月16日は日本の実業家。朝日ビール中高の祖、京都市出身。京都市立第二商業学校、彦根経済専門学校を経て野村証券に就職。京都市店から祇園市店に転勤後、上司の紹介で野村銀行に転職。同校では、 大阪本店に配属されたが数日で退社し、1946年に京都大学経済学部に再入学。同大学卒業後、1949年4月に住友銀行に入校。代表取締役副頭取まで昇進したが、磯田一郎頭取と対立し、大阪建物社長職や新大阪ホテル社長職への出向を打診されるも断り、辞職を決意する。 副藤取だった樋口が磯田一郎藤取に糸満への乱脈融資をいめたとき邪魔立てするなと一蹴され部屋を出ようとする樋口に磯田がガラスの灰皿を投げつけたというこれが原因になって朝日ビールに転出したという住友銀行業務部時代の上司で前任の東京支店長でもあった8年先輩の村井務前社長に招かれ1986年 朝日ビールの社長に就任。1987年、朝日スーパードライを発売して大ヒットさせる。1995年から経団連の副会長も務め、1998年には当時の小渕慶済内閣総理大臣に壊れて首相の諮問機関、経済戦略会議の議長に就任。経験なカトリック信徒としても有名であり、大学時代は、 同じ大学にいた、本島等と仲が良かった。アメリカンフットボールへの造形も深く、母校の京都大学ギャングスターズ講演会長に、就任後は財政難に陥っていた、クラブチームシルバースターに、スポンサー参加して支援を行い、日本アメリカンフットボール協会コミッショナーも務めた。その他、日本スペイン協会会長、東京都現代美術館館長、 日本ナスダック協会会長、防災情報機構議長などの要職も歴任。朝日ビールの社長に就任後、ロゴマークの変更に際し、社内の反対を押し切って売れ残っていた古いビールを、すべて店頭から回収、廃棄したことが、結果的に朝日最高につながった話は有名である。2012年9月16日に、急性心不全のため、東京都渋谷区内の病院で死去した。 86歳没。同年10月12日、政府は樋口を13ミに除し、朝日大受賞を与えることで、閣議決定した。没日付をもって追贈。2016年1月、第3回日本アメリカンフットボール殿堂入りが決まる。前任の村井社長と対照的に部下を激しく叱責するなどし、瞬間、湯沸かしきとあだなされた。ありがとうございます。